はい、スリープリークスの水谷です。最近何かと話題のシンセ、セラムについて数回にわたって解説いたします。今回はプリセットを使って音色の変え方なんかを見ていきたいと思います。プリセットの選び方ですが、こちら上の部分をクリックしていただくと、ベースや FX、リード、パッドなど分類分けされているので探しやすいかと思います。プリセット自体の音も、いい音ですね。これだけでも十分な感じです。こちらの矢印をクリックすることで、わざわざプリセット画面を開かなくても、一つずつ順番に鳴らして試すこともできます。まずはこちらのプリセットを使っていろいろと見ていきましょう。ナイスですね。セラムにはオシレーター A、B とサブオシレーター、そしてノイズオシレーターが搭載されています。それぞれのオンオフはこちらの箇所をクリック。それぞれのバランスはこちらのレベルで変えられます。サブオシレーターですが、ダイレクトアウトがオフになっているときは、こちらの FX にも音が流れていますので、エフェクトがかかっているということになります。純粋にサブベースとして使うのであれば、ダイレクトアウトをオンにするといいでしょう。こちらで波形も変えられ、オクターブレンジも変えられます。オシレーター AB に関しても、こちらをクリックすることで様々な波形を選択することができます。もちろん、こちらの矢印でも一つずつ変えられます。オシレーターの波形をいろいろ変えるだけでも面白そうですね。次に、このプリセットのように音が動いているプリセットも多いです。その動きも変えたいなぁなんて時は、こちらのエンベロープもしくは LFO を見てみましょう。このプリセットの場合、LFO1 の横に7という数字があります。そう、この LFO1 が7箇所のパラメーターにかかってますよという印なんですね。どこにかかっているかというと、右クリックで出てきます。LFO から外したいものをクリックすることで外れます。こちらのフィルターカットオフを外してみましょう。動かなくなりましたね。もう一度 LFO にアサインしたい場合は右クリックで再度選択。全部外したい場合は下から2番目のバイパスオールデスティネーションズを選択。これで全て外れます。戻したいときはアクティブオールデスティネーションズ。一番下のリムーブオールデスティネーションズを選択すると完全に外れてしまい再選択ができなくなりますのでご注意ください。LFO の波形はこのフォルダーをクリックするといろいろ選択できます。LFO の速さもこちらのレイトで変えられます。左にある BPM がオンのときはダウのテンポに合わせて、オフのときは自由なスピードで変えられます。また、こちらのパッドサウンドのプリセットのように、アタックが遅い場合、もう少し早くしたいなっていう時もあります。そんな時は、こちらのエンベロープ1番。これがマスターのボリュームにかかっているので、アタックノブ、もしくはこちらをドラッグして調節してあげましょう。リリースもついでに短くしたいなと思いきや、リリースポイントが場外に出ちゃってるなんて時は、隣の虫眼鏡を上下にドラッグすることで、ズームにしたり全体を見ることができるようになります。あとはリリースノブを動かすか、こちらをドラッグで、このプリセットの場合、エンベロープ2の隣に1という数字があります。そう、エンベロープ2がどこかにかかってるんですね。見てみましょう。右クリックで。ノイズレベルです。ノイズのレベルに青いマークがついてますね。LFO1 を見てみると、オシレーター A のウェーブテーブルポジション。
LFO さんはオシレーター B のウェーブテーブルポジションというように右クリックしなくてもパッと見て実はどこにかかっているか分かっちゃうんです。分かりやすいですね。この青くなった左上に小さいマークがあります。これを上下にドラッグすることでエンベロープのアタックのスピードで到達する値、または LFO の揺れる範囲を変えてあげることができます。LFO さんの場合は視覚的にこちらの黄色い線の揺れですね。続いて LFO2 がかかっているフィルター。左にある A、B、N、S というボタンですが、オシレーター A と B、そしてノイズとサブオシレーター、それぞれのフィルターのオンオフになります。このプリセットだとオシレーター A とノイズに BPN12 というフィルターがかかっているということになりますね。フィルターの種類もこれだけの種類があります。例えば上から3番目の中にある PHS 系、フェイザー系とでも言うのでしょうか。これにしてオシレーター B もオンにしてカットオフにかかっている LFO2 の速さを変えるだけでも、ついでに LFO1 の速さも変えちゃいましょう。プリセットの音からだいぶ変わりましたね。このようにエンベロープ、LFO、フィルターを見てあげることで、もともとある秀逸なプリセットの音をオリジナルなサウンドに簡単に変えてあげることができます。作ったオリジナルのサウンドは取っておきたいですよね。こちらのフロッピーディスクマークをクリックしてお好きな名前で保存。保存したものはプリセット一番下のユーザーのところに表示されますので、かっこいい音ができたらバンバンセーブしておきましょう。ということで今回はここまで。次回はオシレーター部分。特にセラム最大の特徴であるウェーブテーブルに重点を置いてご説明いたします。セラム、いいですね。ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。